ジェンナは日本のゴスペルアーティスト、NGO ゴスペル広場代表、ソングライター、社会起業家、シング・イン・ユニティ・ライブ・イン・ピースを活動理念とする NGO ゴスペル広場を率いる社会起業家。誰でも気軽にゴスペルを歌いに来られる場として、ゴスペルスクエア、サニーサイドゴスペルクラブ、親子ゴスペルネバーランドを展開し、メンバー総数は2000人以上に上る。 収益金で途上国への支援活動を行い、定期的に支援地を訪れている。ゴスペルワークショップ、著作、楽曲制作により、癒しと励まし与える言葉や歌を発信する。自身のゴスペルスタジオ、ゴスペルスクエアで講師を務めるほか、ゴスペル講師として日本各地に招かれている。ゴスペルを通じて国際協力を行うという独自のチャリティ活動が NHK の グランジュって私が飛んだ日、テレビ東京の地球ボーチェ、朝日新聞、読売新聞など多数のメディアに取り上げられている高校卒業後から横田基地の本場のゴスペル協会でゴスペルを学ぶ。19歳の時にニューヨーク出身のゴスペル歌手によるゴスペルスクール立ち上げを手伝い、スクールスタッフ及び通訳としての経験を積む。スタッフをしていた当時、生徒だった一人に、 歌手のジャスミンがいる。大学在学中、夜間に通訳者養成学校、インタースクールに通い、2004年に通訳の資格を取得している。英語が堪能なので、ハーフや帰国子女に間違えられることが多いが、日本育ちの準日本人で留学経験はない。ニュージーランド人の夫との間に、2011年に男児出産。ニュージーランドと日本を往復する生活をしている。 2009年、アイダカンペイのアースマラソンで、大西洋を公開中に公式ブログに掲載された、誰かこの節を、ゴスペルのイメージで歌として完成させてほしいという、呼びかけに応え、ジェンナがアレンジし生徒たちが歌った、エオラスの歌を送ると、公開中のアイダカンペがそれを聞いて、感動で涙を流すという動画が、YouTube で公開された。フランス到着を生中継する日テレの番組にも、 出演している、2016年、工藤勘九郎監督の映画、トゥーヤングツーダイ、若くして死ぬに、コーラスで出演、コーラスアレンジにも関わった。在日の米国人、ゴスペルシンガーとの交友が深く、自身の団体、NGO ゴスペル広場を通じ、ホットペッパービューティー、森永聖火ダースなどのテレビ CM や、2017年12月の、ザイエローモンキー、 東京ドーム公演へのコーラスシンガー派遣なども言っている。2018年にはセキジャム完全年賞でゴスペル解説者としての役を務めた。ゴスペルの起源を奴隷制まで遡り、アメリカの黒人社会の中で歌がいかに人々に希望を与えてきたかを熱く語った。ゴスペルスクエアのステージで指揮を振るジェンナ、声に出した瞬間、あなたを幸運に導く48の言葉愛と、 ありがとうございます。